竹虎レオナの場合、その曲を聴き終えた瞬間、彼女は飛び降りた。時は遡り、1ヶ月ほど前の7月某日、鹿児島市夜景駅前、竹虎レオナはその日初めて会ったグレイと歩道橋の上にいた。耳にしていたイヤホンを外すと、彼女はまたこう言った。ごめん、レオナ。え？グレイが突然歩道橋の手すりに乗り上げる。レオナの曲はやっぱりすごい刺さる。次の瞬間、鉄棒の後ろ回りでもするようにくるりと、グレイの両足が天を向いた。その場に呆然と立ち尽くすしかないレオナ。駅前の大きな時計が18時15分を指している。それが彼女の死亡時刻だ。僕は竹虎レオナ。ネットで人気のボカロ P だ。不可解なことにぶつかった時は、いつもの通り問いを立てよう。クエスチョン。僕の曲を聴き終えた瞬間、その子は自殺した。なぜか。数年前の真夜中、PC のディスプレイだけが光光と輝いている。それに照らされて浮かび上がるレオナの顔には表情がない。私は一度壊れた。消えろ。もう二度とお前に音楽を聴く資格ない。センス疑うわ。あなたみたいな人がナインのこと口にするだけで嫌悪感が。いいからいいね。どうか彼ら自身のためにやめてもらう。きっかけは些細なことだった。僕はナインというバンドが大好きだった。インターネットには無数のファンコミュニティがあったけど、もともと人見知りだったこともあって、最も登録者数の少ないグループを選んで参加の承諾を得るために申請を送った。翌日、シリカのメッセージにナインファンなら誰でも答えられるような簡単なテストが届いて、満点を取った僕は、晴れて黒と名乗る人物が運営するリトルナイナーズのメンバーとなった。そして、それが運の月だった。何万人ものメンバーがいる大きなコミュニティであれば、個人の存在感は薄れ、人間関係も希薄だっただろう。でも、リトルナイナーズは、30名前後の集まり、都会と田舎のようなもので、こちらの人間関係はとても深く複雑で、何より閉鎖的だった。そしてその村社会の絶対的な多さが黒だった。ある日、ナインの他に好きなアーティストを語り合うイベントで、とあるメンバーが好きだと言った歌手のキサラギモネを、クロとその取り巻きたちが示し合わせたように批判し始めた。それに対し、僕もモネが好きだと言ったことが、いじめのトリガーになった。僕の発言がターニングポイントになって、多くのメンバーがモネの支持を表明し始めると、その日のイベントはいつもより大いに盛り上がった。村長のクロと取り巻きの子さん数人だけが独断と偏見に満ちた音楽談義を交わすのを、ただただ傍聴席から聞くだけの退屈極まりない普段の状況からすれば、それは当たり前のことだった。僕がその時に感じた高揚感は、その場が盛り上がったことだけでなく、特権階級に一矢報いた自身へのヒロイズムから来ていたことは否定しない。
黒たちを傷つけるつもりはなかったが、スカッとしたのも事実だし、狭い見識で何かを決めつけるなんて愚かと彼女たちは分かっていなかった。でも僕の方も分かっていなかったことがある。正しいことを言ったつもりで彼女たちに恥をかかせたこと、それから恥をかかされた人間がどういう行動に出るのか、僕は全く分かっていなかった。その日から黒たちのグループは何かにつけて僕を目の敵にするようになった。おとなしくしていてもわざと質問をしてきて、それに答えるとバカにされたり攻撃されたりした。その頃ナインのメンバーが何かのインタビューで如月モネをベタ褒めしたことで、その炎にさらに大量の油が注がれた。今から思えば彼女たちは日頃から何でも腐していた。何かを腐すのが彼女たちのコミュニケーションで、腐す対象に最初から思い入れなんてない。おそらく僕をいじめているのもただのコミュニケーションだった。でもそれは僕の想像を超えて僕の心を蝕んでいった。複数の匿名アカウントから執拗に僕を攻撃するメッセージが届く。ブロックしてもブロックしても匿名アカは立ち上がり続け、それはリトルナイナーズを脱会した後も続いた。